お,おはようございますきょうございます今日は朝から母ちゃんがサンドイッチ作ってくれましたえっもう<ー>サンドイッチで、ね、もできへん。それではいただきます一気に食っちゃって取るの忘れてましたがめっちゃうまかったあとあと一口 本日土曜日の晩ご飯も母ちゃん手作りじゃがいもなしのカレーイエイめっちおいしいよって <laughs> いただきますはい母ちゃんが買ってくれたスーパーで売ったねこ肉ピザってね肉を生地にしてピザになっているものになりますお、ね、いしいのか どうか,どうか初めて食べるけど <laughs> ねちょっと小さめにしといたね,ねそれではいただいてみますこれチキンかな,いいかなうんチキンだねいただきますボタンタ食べるボタンタうんしてます <laughs> うんバッグ熱い熱いうん適当した味はどうまあ悪くないよはいこれ今食べてみましたが ピザ感全くなくて、鶏ごぼうピラフっぽい味です。まあ、俺は嫌いな味じゃないから。あ、嫌いな感じ。うん、大丈夫はい。本日の一日も終わってきましたね。それではね、今日はちょっと全然ネタもないので、ちょっと僕のデスク周りの環境を紹介していきたいと思います。 それでまずは、今、正面に映ってる、これね。こいつがね、4K のモニターですね。IoData の 4K モニターになるんですが、暗くて映んないな。あ、なんとか映ったかな。IoData の27インチの 4K モニターですね。で、その隣にあるのが、ちょっと小さい、LG の、これ何社だったかなちょっと覚えないけど、ほぼ、でもほぼ同じぐらいかな。 の 4K モニターになります。先にこっち買ってね、その後こっち買って、今ここがね、この下をね、ちょっと活用したかったので、この隣のラック、いろいろこうごちゃごちゃ置いてあるんだけど、このラックに、ここにね、アームをつけて浮かせております。で、ここの下がね、だいぶスッキリしてるんで、こいつをね、置くスペースがね、ここの足があるとね、 なかったんですよね。ここに、ね、置けないと、ここの手前が狭くなりすぎてね、全然スペースがなくてね、こう手が疲れるんですよね。で、まそんな感じで、ここのね、デスク周りはあるんですが、それをずっと左に行くと、まずはここにね、アストンが見えてきますね。アストンオリジンのマイクがこう、アームに映ってある感じですね。 で、その向こうに、いつもね、ここ、ここで、ものを紹介したりね、撮ってるのが、このね、GH4 になります。照明もね、ついてて、提供いただいたコミカさんのショットガンマイクがついてて、レンズはね、10、25mm のね、クソ高いレンズ。 重いんでね、本当は持ち歩きたいんだけど、なかなかね、そういうわけにもいかないので、ここにね、12-25mm のレンズがついております。で、これついてるスタンドがですね、これね、 この、じゃん、なんだったかな、これ。ちょっと読み、読みにくいから分かんないけど、ユイン徳川さんがね、紹介してた、本来これマイクスタンドのところに、こう3000円くらいのね、ビデオ雲台をつけて、その上に GH4 が置いてあります。この辺にね、ちょっとパワードスピーカーとかね、ちょっと置いてみたいんだけど、反対側に、ね、置くスペースがないんで、ちょっとどうしようか迷ってる。 でね、ここにメインのモニターがあって、この右側にね、録音失敗するといけないので、前、あのカメラとかでね、もうたまに音が取れてない場合があるので、ここでね、撮影するときの保険用に、ここに、ズームのね、H5 かな、が置いてあります。で、こいつを使って、一応保険で音声を取るようになっております。それで、最近ほぼ稼働してませんが、 モニターのすぐ下にスイッチが置いてあって、ここからね、パソコンの方に入っていって、これがね、僕の自作のメインのパソコンなんですけど、その下のここにね、読めるかなこう点滅してるアバーメディアって書いてあるね。ここに 4K のキャプチャーボードが刺さってるので、ここに入ってきてます。 で、またこっから出力で、この2枚あるモニターのうちの左のサブモニターの方に出力されるわけですね。で、プラスアルファ、こいつ、この GH4 ね、GH4 の撮影するときに HDMI 出力でこっちの 4K モニターに出力して、撮影するときにね、あっちの小さいね、 こう向きがね、こっち向いてないんで、この GC シリーズ特有のね、モニターがこっち向いてても見えないので、こいつに出力して確認しながら撮影しております。で基本ね、音声はカメラにつないで撮影してるので、このね、カメラでマイクをつけて音声は撮ってるので、こいつを使うことはあまりないんですけど、このね、画面でね、いろいろ説明したりして、音声撮るときは、 このね、タスカムのミニスタジオに、このね、アストンオリジンを繋いでありますので、こっからの入力で音声を撮っております。で、ライブ配信したりするときはもうもちろんこの音声使ったり、こっちの GH4 の音声使ったりをしているので、まあその時々いろいろ使って撮影してます。で、こっちの右側の棚には、まあレンズだとかね、 今撮ってる GH4、今撮ってる GH5 はここに置いて、ここにね、サブの、えー、持ち歩き用の RX100M7。で、その奥にまたいろいろごちゃごちゃ置いてありますが、こんな感じになっております。その下のね、このカゴには GoPro 関係のものが入っております。僕の撮影環境はこんな感じかなで、編集は、 メインで使ってるマウスがこのね、ロジクールの 300S のマウスと、キーボードはね、このロジクールのゲーミングキーボード。これ一番安いやつかな。ちょっとね、コントロールのね、このキーがね、ちょっと押しにくくはなってますが、まあこれでね、使い慣れてるんで、こいつで色々編集もやっております。 こいつもね、いろいろね、ショートカットキーが設定できるんで、こいつのキこの辺かなこの辺のショートカットキーを使ってやると、もっと編集もね、やりやすくなるのかなとは思ってますが、今マウスでね、やっちゃってるので、この辺もね、ちょっと煮詰めていけたらと思っております。まあ、そんな感じで今日はね、僕のデスクトップ周りの環境を紹介してみました。ちなみにね、僕はウェブカメラは、 自宅の方にはありません。まあ、最悪ね、使おうと思えば、このね、GH4 が、ウェブ、高級ウェブカムの代わりになりますので、えー、十分かなと思っております。会社の方ではね、ロジクールの 920C っていうね、ウェブカムを使ってますが、まあ、そんな感じでやっております。それでは今日は僕のデスクトップ周りの環境の説明でございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねバイバイ 母ちゃん来た <music> はい母ちゃんがごそごそ帰ってきたと思ったらなんかコンビニ行ってたね <music> なんだこの量は。 母ちゃんはね、外出規制でね、なんかもうすでに食ってるんだから。焼き草だからね、食べる。俺のモンブランは 1> え ?1 個しかモンブランないよ。じゃああげるよ。じゃああげるあ私はブリレがあるから。ほら、ほら2つ <laughs> 買ってきてんのか。そうだ、2つしかないんだ、デザート。あーえ、なんだっけ。あー、や約か。<laughs> というおまけ動画でした。<laughs>